サックス奏者の孫岩城亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、ちょっとしっかり真面目なことをやっていきたいなと思います。今日のお題はこちらでございます。サックス奏者の方ぜひ見ていただきたいんですけれども、初めてのメタルマウスピース、イエーイ。はい、ということで、サックス吹いてる方はね、皆さんメタルのマウスピースって興味ありますよね。どういうのかご存知でしょうか。メタルって言ってもね、本当にいろいろ種類があるんですけど、もう本当にそのままですね。こういう金属でできたキラキラのマウスピースなんですけれども、ジャズとかね、ポップスとか、まあ、テレビとかに映ってるサックスって結構、まあこういうラバーって呼ばれるね、黒いマウスピースも多いんですけど、メタルっていう呼ばれるマウスピースも非常に多いんじゃないかなと思います。見た目もかっこいいですよね。なんですけど、ちょっとね、難しいんですよね。というわけで、まあ僕もですね、吹奏楽をやってで、ポップスとかジャズもやってみたいな感じで、まあメタルは全然使いこなせてないんで、本当に坂のまだ麓ぐらいなんですけど、僕なりにね、いろいろ苦労してきたこともありますし、逆に言えば皆さんの悩みとかもある程度わかるんじゃないかなと思って、そういう普通のマッピから変化してった過程っていうのも、まあ、結構ちゃんと覚えてるんで初心者の方っていうか、まあこれからメタルマウスピース吹いてみたい方で、まあ何を買ったらいいのかとか、まあ、どういったこと気をつけたらいいのかとか、もうなかなか難しいと思うので、そのあたりちょっと順番に解説していきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。前回ちょっと動画ふざけすぎちゃってね、あそこにサボテンくんいるんですけどね、見ていただけましたかね。え、まあああいう動画もやりますけど、こういう動画もちゃんとやるんでね、皆さんチャンネル登録解除しないでくださいね。というわけで真面目に解説していきます。行ってみましょう。はい、ということで、まあ、メタルのマウスピースをこれからやりたいっていう方も本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今日はですね、大きく2つのお話ししようかなと思ってまして、まず1つは何を買うべきかってことですね。まずメタルマウスピース買わないと始まらないので、どういったものがおすすめかなっていうのをご紹介したいと思います。そして2つ目ですね、が吹く時のコツというのをご紹介していきたいなと思います。メタル手に入れたはいいけれども、じゃあどういったところに気をつけていくといいのかなっていうのは、僕なりに僕の経験則に基づいたお話をしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまず一つ目いってみましょう。まず何を買うべきかっていうことですね。これまあ非常に難しいんですけれども、メタルのマウスピースってまあ本当に種類がいろいろありまして、方向性もいろいろあるんですよね。いわゆるそのハイバッフルと呼ばれる、もうバキバキなるマウスピースもあれば、ちょっとこうのぶとい音がするっていうか、ちょっとこうボーっていうような音が鳴るっていうメタルのマウスピースもあります。これも非常に難しいんですよね。で、今回はごめんなさい、アルトサックスに限ったお話になります。テナーサックスに関しては正直ずっとメタルで吹いてる方もいらっしゃるんですよね。ジャズでもメタル使うことが多いじゃないですか。オットーリンクとか聞いたことあると思うんですけれども、テナーはちょっとまた少し違う世界かなと思ってまして、今回アルト限定のお話になるんですけれども、まあ、その中でまず一番皆さんがおすすめされるであろうマウスピース、こちらでございます。柳沢ですね。柳沢メタルなんていう呼び方で合ってるのかなもう皆さん本当に多分これを買う方が多いと思います。で、僕も例に漏れず一番最初に買ったメタルのマウスピースはこの柳沢でした。で、なんでメタルのマウスピースで柳沢が最初に選ばれるかっていうと、吹きやすいからなんですよね。で、何よりもその吹奏楽とかそういった普通のマウスピースですね、いわゆる標準のマウスピースの吹き方からあんまり変えなくていいっていうところで、まあ、非常に厚い信頼がありますね。あとはプロの方でもね、使用している方もいらっしゃるということなので、まあ、非常に皆さんおすすめされることが多いかなと思います。で、僕の体感としてもですね、最初は柳沢メタルを一応おすすめしてます。っていうか、まあおすすめです。っていうのもやっぱりメタルって根本的に奏法が全然違うんですよね。普通のマウスピースって結構口をギュッと集めないといけないんですけれども、メタルに関して言えば割とルーズというか、口はかなり緩めて全然噛まない状態で息をとにかく太く出すとっていうのが、まあメタルの基本的な奏法だと思っているので、そうなってくるといきなりそっちに移行するのって難しいんですよね。今まで散々息を集めて早い息でとか言われてたのが、いきなりゆっくりしなきゃいけなかったりするので、そのちょっとこうグラデーションの隙間というかっていうところで、この柳沢メタルっていうのはおすすめでございます。で、マウスピースを買うにあたってこの開きっていうのが重要になってくるんですけれども、一般的には6か7がいいんじゃないかなと思います。番号が大きくなってくるごとにだんだんマウスピースとリードの距離っていうのがどんどん離れていくんですけれども、距離が離れれば離れるほどより難しくなると思っていただいていいかなと思います。コントロールも難しいですし、リードも非常に選びます。
で狭い方が、まあ、おそらく今使ってるマウスピースというか標準のラバーのマウスピースに近い状態かなと思います。でアルトのラバーのマウスピースでいうと、例えばメイヤーだと5番とかが一番おすすめされることが多いと思うんですけれども、メタルも同じ感覚で5番を買ってしまうとちょっと狭いかなと思いまして、メタルはやっぱりちょっと息の量が必要になってくるかなってイメージがあって、でそのストレスなく息の量を出すにはある程度やっぱ広い方が吹きやすいですし、でよりマッピが広がれば広がるほどちょっとこう軽めのリード使えるようになるので、より瞬発力も上がってくるので、まあ、その辺ちょっと考えていただくといいかなと思います。僕の体感としても6よりかは7の方がちょっとパキッとするかななんていうイメージがなんとなくはあります。これも本当に個体差なので必ず試走してください。ネットでいきなり買っちゃダメですよ。で柳沢メタルのお値段、現在 Amazon だとアルトサックス7番 27,379円ということで、まあマウスピースの感覚で言えば高いかなと思いますね。やっぱり、うん、ラバーのマウスピースだと1万円後半ぐらいで買えてしまうので、まあ、高いんですけど、基本的に壊すってことはないと思うんですよね。例えば下側から落としちゃったりして、こっちですね、こっち側からゴーンと落としちゃって潰れてネックに入んなくなっちゃうとか、まあ、そういったことはなきにしもあらずですけど、楽器と同じように大事に扱ってれば問題はないかなと思います。でこれは、リガチャーとキャップもついてきますので、特に買い足すっていう必要はないんですけど、リガチャーは結構吹き心地を左右する重要なパーツなので、まあ、この辺はまあちょっと選んでもいいかなとは思います。でもこれ6番も7番もどちらもおすすめっちゃおすすめなので、ぜひ試走して買ってみてください。というわけで、まず1つ目柳沢メタルでございました。では続きまして、2つ目におすすめしたいマウスピースがこちらでございます。ウッドストーンのグルーヴというマウスピースですね。これもほんと動画で僕ちょこちょこ言ってますし、現物こちらにあるんですけど、まあ、ちょっとボロボロなんでね、あんまりちゃんと映せないですけど、 AM2 という型番ですね、ウッドストーン。それのグルーヴの僕は7番を使っております。これはですね、いわゆるハイバッフルと言われるマウスピースで、この中がですねボコッとなってるんですよ。わかりますか？ここまで狭くて奥がボコンと沈んでおりますので、非常にこう少ない息で、でめちゃくちゃパワーが出るし、すっごい音がでかくなります。てか派手になります。もうギラ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 します。非常に吹きやすいです。ただまあちょっと暴走しやすいというか、コントロールが難しいところもありますので、これも絶対試走はしていただきたいんですけど、まあ6よりかはやっぱ7の方が僕はなんか派手さがあっていいかなと思っております。でこれは石森楽器さんの方に行けば絶対試走できますので、で一応価格はですね、と石森管楽器さんの方では3万5000円に消費税となってますので、まあ、それより安かったりしたらお買い得かなと思いますね。ただ場合によってちょっと高くなることもあるかなと思うんですけれども、非常に扱いやすくておすすめでございます。でごめんなさい、柳沢メタルって僕ちょっと手元になかったので、こっちはあるので音出してみますね。非常に吹きやすいです。はい、という感じの音です。バキバキしてとっても吹きやすいです。はい、というわけで2つ目石森のグルーヴというマウスピースでございました。では続きまして3つ目がですね、これまあほんと激レアで、今ちょっともう売ってないんでごめんなさいって感じなんですけど、見つけたら多分買った方がいいであろうマウスピースですね。それがこちらでございます。テッドクラムというメーカーさんのコンテンポラリーというマウスピースですね。これがもうめちゃめちゃ吹きやすくて、僕ほんと買えばよかったなって思ったんですけど、気づいたらなんか売ってなくて販売停止になっちゃったのかな、なんか新品が手に入んなくなってて、で中古も全然ないんですよ今。もう売ってないって分かったんで皆さん手放さないんだと思うんですけど、あーっていう見た目がですねめちゃめちゃかっこいいんですよ。ちょっとサテンみたいになっててリガチャーもついてきますし、何より吹きやすいんですよね。柳沢メタルよりなんだったらもうちょっとメタルっぽい音が最初からするし、その上でコントロールしやすいっていうところで非常におすすめです。なのでもし見つけたら買っといて損はないと思います。っていうかください。ね、買えばよかったな。というわけで3つ目テッドクラムコンテンポラリーでございました。まあ、あとこれ開きに関しては7番かなと思いました。僕が吹いた感覚だと7はすごい吹きやすかったです。はい、では最後ですね、もうほんと予算がないよと、もう何でもいいからマウスピース1個くれ
ていう方はこちらおすすめでございます。 Amazon の激安メタルマッピですね。これ僕一応動画でしっかりレビューしましたので、それぜひ見ていただきたいんですけれども、価格で言うとですね、確か4000円くらいだったと思うんですけど、これが意外とメタルっぽい音します。ただめちゃくちゃ尖ってるんですよ。角を丸くするみたいな、そういう優しい設計じゃ全然ないので、マッピー刺すだけで手痛くなってくるので、それだけちょっと気をつけてください。でめちゃめちゃ入れないとちょっと音程低いみたいなので、それもちょっと気をつけていただきたいですね。詳しくは動画ぜひ見ていただきたいんですけど、思ったよりメタルでございます。なのでもういきなりね2万3万4万出すのちょっとやっぱ怖いと思いますので、小手調べっていう方はこれ買っていただくといいんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。開きは僕7番を買いました。概要欄に一応書いておきます。はい、ではおすすめのマウスピースご紹介したところでですね、もう一つだけ今日は吹く時のコツっていうのをお話ししておきたいなと思います。メタルのマウスピースっていうのは、非常に扱いが難しいんですよね。やっぱリードをしっかり選ばないといけなかったりとか、いろんな問題があるんですけれども、僕的に、一番大事だなって思うのは、今ちょっと言っちゃったんですけど、リードなんですよね。このリードの組み合わせを見つけられるかどうかがですね、メタルマッピを練習続けられるかどうかっていうのに直結するんじゃないかなと思ってます。僕もやっぱり最初に柳沢メタル買った時に、なんか吹きづらいなと思って、でも自分ができないからしょうがないよねって思いながらちょっと頑張ってやってたんですけど、一向に良くならないっていうか、なんかクリアさが全然出てこないっていうところで非常に悩みまして、その後いろんなマッピを吹いて戻ってきて、ようやくリードがダメだったんだなって分かったんですけど、これ何がダメだったかっていうと、ちょっとリードが厚すぎたんですよね。っていうのも最初ってピーピー言っちゃうんですよね、リードミスで。でこのピーピー言わせないために厚いリードをつけてたんですよ。で厚いリードつけるとピーピー言わないんですけど、その代わり音がすごいモコモコしてきちゃって、もうって感じになっちゃって、全然メタルっぽくないんですよね。で開きの問題もありますよね。ラバーは5番だったのにメタルは7番ってことは、ちょっと広くなってるんで、つまりそれってちょっと柔らかいリードの方がいいっていうことなんですよね。なのでリードをしっかり選ぶっていうのをぜひやってあげてください。でこの時に組み合わせの参考例としてって感じなんですけど、僕は石森のグルーブの7番を吹くのにジャズセレの3ソフトっていうのを今使ってます。それも初めて吹く方からしたら、もしかしたらちょっと硬いかもしれません。なの で僕最初に練習してたのはジャズセレの2のミディアムとか、あとは緑ジャバの2半とか、もう下手して2とかでもいいんですけど、なるべく柔らかいリード、なるべく柔らかいって言うと語弊はあるんですけど、硬すぎないリードでぜひ練習してください。でもう一つ、このピーピーなってしまうっていうことに対しての対処法なんですけど、マウスピースを深く加えすぎないっていうのに気をつけてみてください。メタルのマウスピースって、見たことある方わかると思うんですけども、全然太さが違うんですよね。わかりますか？これラバーでこれメタルなんですけど、全然横幅が違うんですよ。メタルの方が細いんですよね。ってなると、いつもの感覚で加えると多分無意識にちょっと深く加えちゃうんですよね。そうするとこれやっぱピーピーなる原因を作ってしまうんですよ。なのでいつものラバーの感覚よりも、あえて意識的に僕は浅く加えた方がピーピーはちょっと軽減できるかなと思います。で、あともう一つポイントがあって、こう加えた時にですね、上唇がめくれたままだと結構ピーピーって鳴ってる方多い印象があります。僕はラバーもそうやってるんですけど、加える時にちょっと上唇もちょっと巻き込むように気をつけてます。このままベロンと出てしまってると、なんかちょっとピーピー言うんですよね。で息もここから漏れてったりして圧かけづらいので、ちょっとなんて言うんですかね、歯を見せないようにするというか、こういう感じですね。ベロンとめくれないで、しっかり先端をマウスピースの方につけるような感じでやっていただくって感じですね。歯とマッピーの間に上唇を入れちゃうとさすがに痛いので、それをやる必要はないんですけど、本当に上からふっとかぶせる感じにしていただくとちょっとは軽減されるかなと思いますので、ぜひ気をつけてみてください。あとは本当基礎的なところでリードのつけてる位置ですよね。上すぎたり下すぎたり横曲がっちゃってたりすると、絶対ピーピーになったりとか音出づらいって問題が起きますので、その辺ぜひ気をつけてみてください。この状態で練習をするしかないんですよね。ラバーのマウスピースとメタルのマウスピースってもう全然違うので、もし余裕がある方はラバーでやった練習をそのままメタルでもやった方がいいです。
なのでメタルマッピでロングトーン、メタルマッピでタンギング、メタルマッピでスケール、メタルマッピで曲みたいな感じで、もう違う楽器を吹いてるみたいな感覚で練習し直していただいた方が絶対上達が早いかなと思いますので、メタルって本当かっこいいんですけどね、難しいので、そのあたりちょっと気をつけてみてください。というわけで今日は初めてメタルマウスピースを買うよって方に向けた動画を作らせていただきました。なかなかね難しいと思います。本当に僕も本当に悩んでるし、リードも正直まだしっくりきてないし、樹脂リードめちゃくちゃ試してるのに、ね、まだ悩んでるのかって感じなんですけどね。本当にやっぱこう、僕はエリック・マリエンザルさんとかデイブ・コーズさんとか大好きなんで、そういうなんかああいうキラキラでなんかこう胸がキュンとなるようなサックスの音にしたいんですけど、まだ全然及ばないんでね、ちょっとこの辺セッティングとか模索しながら、まあ僕も気づいたことをなるべく発信していこうかなと思いますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。というわけで今後もですね、こういった動画撮っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっていますので概要欄から遊びに来てください。そして私ライブがございます。10月の22日ですね。詳細は概要欄に貼っておきますけれども、配信もございますので、YouTube 見てるそこのあなたもぜひネット上で私のと聞いてもらえると嬉しく思います。ちょっとおしゃべりとかもできたらいいななんて思ってるんで、まあ演奏だけじゃなくて、まあ、ちょっと YouTube の話とか興味ないかな、どうだろうなんかできたら面白いかななんて思っておりますので、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。というわけで今日の動画が良かったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。